ヤングですね。もう逃げる場所がないんでピンチなんで尻尾を振らせてます。可愛いですね。噛まれそうです。ないとも攻撃してきます。はい。隠れる場所がないから攻撃してきます。蚊がいっぱいいる。かわいい。こうやらせろ。捕まえたいけどちょっと怖いんですよこれ。いつもは捕まえられるんですよ。この子怖いですね。凶暴ですね。ちょっとこれ どこに行くかこのまま見ててもらえませんか。はい、ここにこれがありました。あ、網を持ってきました。木の上に逃げます。木の上に逃げる蛇を捕獲しました。細いですね本当に。これ子供ですね。可愛いですね。 1、2年ぐらいの子供じゃないですか。これ可愛いです。初めての捕まえるの嬉しいな。顔がほんとちっちゃい。そう。顔顔どうして飼ってるんですか。はい、あ、じゃあちょっとキープしようかな3日間ぐらい。可愛い。でもこの子怖いからな。可愛い。顔は可愛いですよね。うん、顔可愛いですね。本当だ。手がつぶらないと。可愛いよね。犬はワンちゃんどうですか。いやー怖がってますか。蛇だしね。蛇どうですか。初めてよね。怖いのよやっぱり。うん、食べちゃうかな。怖いもん知らず旦那知らないって怖いもんだわね。あ、どうぞ。可愛い、うん、これだったら噛まれてもそんな痛くないかもしれないけど血は出ると思いますけどね。毒、うん、はないんですか。毒はないんですけどね、うん、そうですね、破傷風菌とかそうですよ、ね、サルモネラとか。はい、可愛いヘビゲットしました。学生たちがね、高校生たちの学生が騒いでくれたおかげで捕まえることができました。感謝です。これ可愛いんでね、ちょっとキープしようかなと思ってます。楽しいですね、ヘビ捕りはね。今日はね、トカゲ釣りやってて、その合間にね、これ見つけました。何かのね、やってるついでにね、ヘビ捕れるといいですね。ヘビだけ捕まえをするとなかなか難しいんで、
ついでに捕まえる、これがいいと思いますね。これ可愛いです。はい、こちら今日捕まえた青大将ですね。細いっすね。まだこれ多分ね、2、3年ってとこですね。この子は荒いですね。顔つき怖いです。これ可愛いけどあまり可愛くないですね。攻撃性が高いです。怖いです。今年ね捕まえたやつね、まずこちら1番目捕まえました。でかいです。2番目、この子臆病ですね。いつも奥にいます。近づくとすぐ奥に行っちゃいます。で3匹目もらったやつ、4匹目はその場で逃がして、これが5匹目、パイプの中でね片手で捕まえてますね。6匹目がこいつです。嬉しいですね。あとね、赤ちゃんもね困ります。可愛いです。ということでね、今家にね6匹もいますね。嬉しいですね。この子はねすぐにね遊んだら返したいと思います。可愛いですね。メスっぽい感じです。ご視聴ありがとうございました。